オレンジさんとピンクさんがアニメジャパンに行ってきて、行ってきました。アイスは他人がいいの大根をお願いしたので、それを開封したいと思います。イエーイ、楽しみ。まずアクスタを、こちらですね、しょうまくんが推しなので、しょうまくんのアクスタです。かわいい。ピンクさんがですよね、ケイジマ君。ケイジマ買って、後々の動画にちょこっとだけ出てきてくれますよ。なんかこれドール風なんですよね、ドールバーみたいな。このバナナの柄シャツ好きなんです。わかります？ちゃんと見てない。周り注目してみてください。なんか思ったよりちっちゃかった。あ、でもなんか本当にこの、なんですか、ドール風になってるんですね、うん、なんて言うんですかね、これ全部可愛かった。かわいい。てかかっこいいです。こんな感じです。イエーイ。缶バッジとカード、イラストカードを買ったので、それを開封していきたいと思います。イエーイ、楽しみ。もう8個入りのセットを購入しました。これで全種、うん、おそらく揃うはずなので、ご紹介していきたいと思います。マットだからね、それがもういいよね。マットいいですよね。初日中大さんで買ったんですけど、初日はすごい列で、40分以上かかったみたいですね。やばいですね。アニメ化するんで、うん、もっと人気出ますよね、絶対。怖いね。では、はい、早速開けます。いきましょう。これをせーの、えい。あ、よしの、かわいい。え、箔ですか。え、かわいい。箔のマットか。なんか色合いめっちゃかわいいですね。そう、よしの結構今回濃いピンクで、かわいい。こんな感じです。いいですね。引きの方ってことですよね。そうだね、ちょっとアップがあるんですよね、引きの方。はい、1個目。じゃあ、私はここから開けていきたいと思います。でも絶対いる。あ、いるじゃない、ね、安心のライフ。せーの。あ、アップだ。あ、でもこれもなんか箱っぽいのあるんですね。箱がかっこいい。かっこいい。え、すごい。すごい。マット、すごい。おしゃれ。楽しみだね。はい。3個目、いきます。いきます。せーの。あ、おー。アップ。かわいいです。あー、アップもいいですね。あれ、引きは名前が入ってるから。そう、なんか引きの方がなんかキラキラしてる感じがある。うん、でもやっぱ、推しは、近いも確かに。顔がはっきり大きく。去年はデフォーだったけど、今年は全部。あ、そうですね。あれだから。去年弾けなかったんですよ。クレジのショーマが。せーの。はい。あ、待って。出ました、足。え、かっこいい。これ目当てで買って。はい。もうこの一つ、あともう一つがあれば十分です。かっこいい。かっこいい。ちょっと見たいな、私も早く自分の推し。キリシマ推しなんで、見れてないから。せーの。あ、かっこいい。どうした？こちら、ハックのショウマさんです。ショウマさん、かっこよすぎますね。角度がもう。このタバコを食べる推し。最高ですよね。この顔の角度はさ、イケメンしかできない角度なんだよね。で、この、じゃあこの辺じゃないですか。当ててください。せーの、はい。ああ、自分の。はい、キリシマ君です。やっと来てくれた。かっこいい。わ、横顔も素敵ですね。すごいフェイスライン見てください。やっぱ自分で弾けないんだよね。今ほら、普通に対応してもらってないからね。ここでも弾けない。同じ。キリシマのアップいきます。いきまーす。せーの、いっ。アルミさんもかっこいいんですけどね。私、はい、こんな感じ、自分の手で弾いてません、一度も、うん、マスク。うん、かっこいい。うん、傷が。どうぞ、じゃあ。すみません、開けます。アップ見たいよ。うん。じゃあ最後、多分キリシマくんの。せーの。イエーイ、かっこいい。
すいません、ちょっと。いや、わかります、見ちゃいます。わーい。やっぱ全員かっこいいですよね。今回は外れないとは思う。うん、全部いい。色もかわいい。色かわいいですね。うん、こんな感じです。めっちゃおしゃれです。1個440円ですよね。そう、なんか安い、うん、でも高級感めっちゃあります。うん、マットだし、白だし。どっちがいいですか、引きとアップ。いや、私は今回引きがいいだよ、自分の推しに関しては、ね、うん、私引きの方が好きかもしれないです。うん、バランスがいいデザイン、うん、かっこいい、このデザイン。なんかバラで私も買ったんですけど、うん、本当にバラバラ。バラバラでした。本当にバラバラで、配列もそうないなんか、まあ、おすすめとして絶対引きたい人は、うん、もうボックス買いのおすすめかなって感じですね。普通に同じのとか全然出ちゃうんで、ぜひ参考にしてください。はい、次はトレーディングイラストカード1セット9個入りです。こちらも1セット買ってます。はい、買いました。ピンクはちょっと去年怖かった去年怖かったね、はい、考えてたら、嘘だけにしたら、ちょっとパープルさんに伝えたいと思います。お願いします。ホロが1個入ってるの、はい、誰がホロかはちょっとわからないっていう。怖い。今日のラップは全然いいですけど、私気をつけないんで、私やってしまうんで、この日いないんですよ。いっちゃって。はい、せーの、おー、ショーマだこれはノーマル、普通のショーマくんです。え、かわいい。アフリカ？アフリカじゃない、ね、いや、普通にイラストカードなんですけど、なんかちょっとってこうポコってしてる。へー、まあ、来ちゃったね。え、でもこれノーマルが入ってても同じホロっていうのもあるってことですよね。え、あ、全8種で9枚入ってるの。全8種で、そのうちの8種のうちのどれか1枚がホロってことです。だから、もしこのホロが入ってたら、あ、っていうのもあり得るってことですね。なるほどね。怖い。おお、シャーマだ。すごい。あ、かっこいい。なるほど、こういう、この2種類なんだ。こっちなんかチェキっぽいね。はい。え、どっちもかっこいい。なんか、いいですね。なんか、わかる？はい。何ですか、これ。ザラッ、そう、ザラッてしてる感じです。こっちはしてないもんね。はい。なんかちょっとこの名前のところがぷくってしてます。うん、せーの、あっ、ちょっと待ってくださいよ。キラ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 してるんですけど、キリシマくんです。そしてちょっとこれ、なんかキラキラってなってるんですよ。見えますか。かっこいい。ホロじゃないですか。ホロは1枚しか入ってないんですか。もう終わったんですけど私の足のホロはないってことですよね。そうだね。でもすごい素敵ですね。うん、あー、綺麗。霧島引きますせーの、いい霧島好きだな、私のこと。やっぱかわいい。かわいい。なんか、カンバよりちょっと濃くな色、うん、なんかボルドーっぽい感じになりましたね。うん、すごい深みのある。なんかでもかわいいです。チェキ君もかわいいかもしれない。うん、かわいいですね。おお。せーの、えっ、ゆえー。ちびきちびき。せーの、ほい。あれ？あ、そっか。さっきホロが出たんでってことですね。そう。リーチマくんの通常版です。いきまーす。はい。せーの、えっ。おお、あ、グレー。グレーなんだ。かっこいい。いいですね。せーの、はい。うん、かわいい。かわいいです。あ、ゆきまさん、美女いいね。めっちゃ美女いいですね。かわいい。特典が今回3000円以上で1枚もらえるので3枚あります。全8種これも全8種です。ドキドキです。1枚ずついきましょう。めくっていきます。せーの、
な。はい。お、アップルの方だね。はい。なんかぷっくりしてるんですよ。ここが。ぷっくりしてるそれ。ぷっくりの方はちょっと薄めのぷっくりぐらいですけど。うん、やるっていうみたいな。光に当てると分かりやすいですかね、うん、気持ちなんか、ね、はい、立体感っていうかもいいの。こんな感じです。せーの、はい。これもちょっとこっちの方がぷっくり具合が分かるかもしれない。うん、ほら、あ、ほんとだ。霧島です。ぷっくりしてます。なんかアクスターっぽい感じで、うん、そうですね、アクスターのデザインと同じ。あ、すごいぷっくりしてるわ。なんか角度に行ったら、腹のところとか。そうですね。くっ、最後、せーの。アップのショーマさん、はい、やっぱアップの方がいいね。いいです。一番欲しかったんですよ。もう代行してくれたピンクさんとオレンジさんに感謝です。イエーイ、嬉しいね。嬉しい。こんな感じで並べてみました。はい、いいです。はい、ちょっと今日まで通販の期限があるので。そっか、今日までなんだ。追加しようかなって。通販だと特典がまたクリアカードなので、うんうん、ちょっとそっちも気になるなって思って。怖いね。考えてます。はい、とてもかっこよかったです。アニメ化始まるので、はい、楽しみですね。したいと思ってます。まだ原作見たことない方もぜひ見てみてください。お願いします。本当におすすめです。はい、ではまた、はい、動画あげます。ありがとうございました。ありがとうございました。